おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、ネズミの実験によりますと、ということでありますが、ごめんなさい。いきなり入ってしまいましたかね。はい、脳というものを語り明かそうという、糸井茂里さんと池谷裕二さん。えー、まだ若き脳学者の方の対談集ですな。相当前、平成17年発行された本でありますけども、中身結構面白くて夢中で読んでしまった。 とということであります、はいえー、その農学者の方のいわくでありますけどもネズミの実験で海馬という部分を脳の部分を破壊してしまうとあのそれから、はい、あのこれもう皆さんも一個ずつねまんべんなく私どもには脳が一個ずつ配給されてるんですが寅さんの言った名言でありますがね 人には一個ずつ頭というものが支給されております。これ一個ずつあるんですけど、はい、こ,これはあのいろんなところで言われておりますが脳というのは非常にこう困った臓器でありましてこの頭というやつ脳というやつの特徴なんでありますがあの脳というのはですね、はい、基本的にねわ、はい、からないことがあると嘘つくんですな。 嘘をつく。うん。うん、あの、嘘という言い方がひどければね。あの、思い込むんです。うん。うん、そういうもんなんですね。脳、うん、ってのは本当なんか、ふ、不思議なもんで。あのー。なんか、そ、そういうもんらしいですよ。はい。記憶自体が相当いい加減だっていうね。 俺なんか典型的にそれはあるな自分であの症状記憶いや記憶力は哲也さんすごくいい方ですよね俺はねすごいあの記憶力で、はい、ピントが合うとね、うん、小学校運年生ぐらいまでずーっと語れるの<ー>俺ね感覚を思い出せるの寒かったとか、はい、あのひざっこにあの時はかさぶたがあってかゆかったとかね <laughs>、はあ、湿度とか温度とか匂いとかも 記憶の中ででで説明できるんですよね、はい、それぐらいあるんですけどもどうもわからないことがあると嘘をつくというのはあ武田さんがね時々読んだ本の中で、はい、バーっとものすごく説明してその部分がすっぽりなかったりなんかするでしょ はいたまにあります俺はねやっぱの俺の脳の壁らしいんだよなそういうことあそれすごくいい例ですねあ<ー>脳が嘘をつくというだか,から前でさ内田辰さんになって哲学者の方がね、はい、映画で強烈な影響を受けてその映画のワンシーンをバーッと説明なさるんだけど、うん、映画もう一回見てみるとそのシーンがないとかね、はい、おおいや哲也さんは前ありましたよそういうの俺ね姿三四郎であったの黒沢明監督の、はい、三四郎が池に飛び込んで目の前で こう暴いに捕まって眠たくなって眠ってしまえば池の沼にはまって死んでしまうっていう、うん、その絶体絶命の中で目のの前でで花がうわとと咲くんですよ音楽と同時に、はい、それで三四郎が悟るっていうシーンがあるんだけど<え>もう一回見直すとね咲いてねーって <laughs> それ結構自分でねショックだっただよ。自分の頭の中でこう映像を作ってしまうだけね。だって見事にあるんだもん、俺の中には。えー、そっちの方がいいし、映画としても。<laughs> プロデュース能力があるってことです、ね。そうそうそう。で、ここでね、俺なんか星印で変なこと書いてますが、はい、あのどうして嫌いになったかを説明できる恋はすでに死んだ恋である。うん。 あの人のあそことあそことあそことあそこが嫌いだったから私はあの人を捨てたんだっていう離婚の時に使う脳だよね。これはねやっぱ相当嘘つきみたいね。あの離婚する時に頭を働かせてその異性と別れるんですけどその時の その頭の使い方というのは非常に何か良くないみたいですな嘘つきで、うん、その人の欠点を挙げるためにはその人の欠点をクローズアップして演出してるっていうところがあるそうですね。はい、であの「どうして好きになったか説明できない時、うん、その時は最も会話がワクワクしてる恋なんです」って。 おお、理由がわからない。そう。<ー>そういえば、そうだったな。は。女房と結婚しようと思った時、なんで結婚しようと思ったか思い出せないんだ。うん、うん。そ、そりゃそうだわな。まあ、そうですね。これとこれとこれが便利良さそうなんで、この女と結婚しようじゃないんだよ。うん。なんかわかんないけど、そこに向かっていつの間にか進んでるんだよな。はいや私は、タイミングと流れに乗ったのが結婚の理由だっていうふうに自分で思い込んでます。 式場の問題でしょまずはっていう、<laughs> 突然言われて、<laughs> そうだよ、まず式場だよなって思うんだけど、なんで式場のことを考えなければならないのかっていう自分っていうのがいないんだよ。はい。でも、とにかく二人で式場の話をしてるときに、その恋は明らかに結婚に向かって進んでいくんだ。はい、ところが、離婚するときは、うん、徹底して嫌いになった理由を上手に並べていくんだよね。1>, 1位これ、2位これ、3位これって。 はい、これなかなか脳というのがいかに当てにならないかという、うん、ああ時間いっぱいでございますこの続きまた明日のもらいたい上でおはようございますこの海馬という脳、まあの,の玄関口その玄関口から脳というものを考えていこうということでありますけども、はい、脳全体を元気にするためにはどうすればいいかというと内臓の元気、うん、DHA とか胃腸の葉っぱ の薬とかサフラン朝鮮人参、うん、これは体のためにいいと言われておりますが実は頭を良くする薬でもあるそうです。そうなんですね、うん、それからやる気いつまでも欲しいな俺なんかもそのやる気を生み出す脳の場所これは即座閣という場所で、ええ、え場所で言えばと言いますと脳をリンゴに例えてリンゴの芯があってリンゴの種が出てくる場所があります。うん、ここが即座覚という で、これが、やる気を出す場所だそうでありまして、作業興奮という、はい、そういう側面がありまして、これ、あの、やる気は全然なくても、やり始めると逆に面白くなって、やる気を出してしまうという。うこの時は、海馬と前頭葉に、えー、アセチルコリンという神経伝達物質が、バーッとこう出てくるそうであります。はい、で、このアセチルコリンが、 あのこの病気で減ってしまったのがアルツハイマーだそうですね。えー、即座角をどうやって励ますか、はい、それから作業興奮しやすい自分、はい、あんまりやる気はないんだけどやり始めると面白くなってやってしまうという,うそういうのを即座角あたりに癖つけとくといいということであります。でもこれ わかるような気がすんな。だから、はい、やっぱ年取ってからの食わず嫌いはダメだってことなんだ。んえー、それからでありますがもう少し皆さんの知恵になればと思いますんで、えー、付け足しておきますが、海、え、馬、ー、という脳の部位睡眠が必要ということであります。海馬は絶対に、えー、眠る時間が必要。これはどうしてかと言いますと、あの情報整理のため棚卸しのために海馬には睡眠が必要だそうです。 はい、脳そのものは疲れませんけども海馬はやっぱりその間が欲しいらしいんでありますねこれあの一旦眠らせといて情報を海馬があの棚卸しをやると、はい、その間にその海馬が脳に命じてやらせることが実は夢を見るという,うんだからやっぱり夢見てる間棚卸しやってるわけですな。 えー、アセチルコリンというのは脳に夢を見させるための、えー、神経ホルモンでもあり、えー、昨日はできなかったことが今日できるようになったってことはあるでしょう時々、はい、さんゴルフとかでよくありますねこれね実は加奈さんあれなんですってあの,んあ,のあれないゴルフもそうかもしれないけどあの運転免許はい連続して実技やらせないじゃないああ あ,あ、細切れですよね。ああ刻んでやってきますよ、ね。刻んでやっていくでしょ。だから、うん、例えばもうどうしても免許欲しい人が集中的に6時間あの路上やりたいとかっつっても、うん、あ何時間もで,ですって言われちゃいますもんね。あれはあ海馬に情報整理をさせるための時間が必要ということです。それからあの何でも技術を習得するときは細切れにしといてゆっくり。 うん、習得させるのがいいわけじゃない、はい、無理させないで、はい、だからドリルとかコツコツやる練習がいかに身につくかというのは実は会馬を休み休み使うことによってきれいに情報を脳の中に折りたたんでいくという、うんはい、で一番大事なことはこ,これね皆さんの少しあの暮らしの役に立つんじゃないかなと思いますが。 今日できなかったことが皆さんあるでしょうそれをね寝る前にあのできなかったなーっていうのをイメージしてください。え、できなかったことをイメージするはいはい。あそこでこうなっちゃってうまく俺はできなかったなーというのを寝る直前に何回か自分でシミュレーションしてください。うんうん、そうすると海馬が自動操縦に入るんですって。お<ー>本人が眠ってる間に海馬が脳の他の部位を探すんですって。<え>どこと結びつけたら うまくいくのかっていうことを。脳が。あの自動操縦で探してくれるそうだよ。へえ、面白いそれ。だから。あの一番最初に話したけども、悩みがあると。考え続けてごらんなさいっていうベストの答えが意外と。深いところから、あの見つかりますよというのは。この海馬の自動操縦。を。なんかこうやるということですよね。はい。そうすることによって。 あの新しい回路が発見できるという、うん、こ切り替えなんでしょうね、うん、こうだからやっぱりスポーツマンの人なんかがすごく大事な多分一輪のスポーツ選手はそういうことやってらっしゃるんでしょうねタイガー・ウッズがよく言われましたよね、うん、こうあのあるホールを終えて次のホールに行く前に全部 整理してしててまえるっていうそれをあの気持ちの切り替えが早いとかって言いますけど、えー、気持ちの切り替えってのはやっぱり脳の作業なんだな。<ー>だからやっぱりどうぞ皆さんもこの辺りは寝る直前に自分の今日の課題をきちんと整理して 海馬に任してしまうと海馬が自動操縦で懸命に解決策を今までの体験の中から引っ張り出すという<ー>こういう脳の使い方が合いますよ、はい、ということでございますねさてこの続きまた明日のもらいたの上で おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですこの学生さんの気持ちわかるよちょっとそれちゃうけどこれも脳、NO、の方の問題と同じなんだけど、うん、あのイタリア映画だったかなイルポスティーノって郵便屋さんっていうあ、はい、オラオラ好きでな静かな映画です、ね、もうすごく静かなね<ー>あの撮影中に 主人公の俳優さんが死んじゃうってやつで、死を、まあ、命を懸けて作った最後の作品だったんだけど、あの中で一番俺好きでね、ああ、人生ってそういうもんかと思うんだけど、ある詩人がいて、綺麗な詩をこう語り出すんだで、郵便屋さんが意味がわからずに、それは先生、何の意味って言うと、聞いちゃダメっていう。覚えておきなさい。その、詩人が呟いた形容詞にいつか人生で出会う。 その時に解けるんだっていう、うん、これはねもう本当に映画で学んだ最高のセリフだったな、はい、あのだううだよね、うん、だからだんだんほら俺もじじいになってきたけどじじいになった喜びってあるんだよね。<ー>それはねやっぱり結びつきの問題なんだよ。俺ね漢字博士で白川静香ってもうこの番組でも取り上げてますが、はい、この人の話をね おい、実は、20代の時に聞いてるのよ。うんそれがね、結びつい、く、ついたからね、ものすごく嬉しいんだよね。はい。これはちょっと自分でもネタで、ちょっと文章にしようかなと思うんですけど、俺ね、フォーククルセダーズ辞めて、新しくバンドを作った橋田の彦に、ある日アマチュアとして呼ばれるわけ。で、楽屋で橋田の彦っていう大スターが、 あの例の風なんかを歌うあのスインガーが俺に親しく口を聞いてくれるわけ。その橋田則彦っていう人と話してる時に彼が自分の立命館大学に教授がいるっていうんである教授の話をする。それが実は白川静香っていう漢字博士だったっていうね。はい。そ、それがね、60代でやっと結びつくんだよね。うん、その時の喜びってでかいんだよなぁ。 うんさあ、えー、ちょっと行きましょうかね、えー。今日はですね、カート・えーえー、バネガットっていう小説家の方の名言でありますが、えー、非常に酷なセリフであります。世界は酸化していく歴史である。あらゆるものは酸化していく。酸化というプロセスは腐るとほぼ同一の科学現象でありまして、えー、脳もこの酸化が加齢とともにやってくる。 あの、生きてゆく綱であるための酸素が、実は老化の元凶であって、酸化母を防止すること。それが実は不老不死の妙薬なんでありますが、酸素がないと生きていけないくせに、酸化してって、だんだんこう錆びついていくという、うんはい、この矛盾の中に、人間は生きてゆくということでありますな。はい、これはまあ余談でありますがね。さあ、ここからはよくわかりませんけども。 やる気を出させ持続するためにはアセチルコリンという、えー、それからドーパミン。こういうものが人間をやる気にさせる。でこれが永遠神経を刺激して快感、達成感を得るということであります。この辺まではちょっと科学の用語でわかりにくいですけども、達成感を満足させるためには目標を大きくって言いますが、はい、これはね、あ,あんまりいいことではなくて、目標を 小刻みにすることなんですって。小刻みああ、これはね、名言だなと思ったんだ。うん、のここの、えー、糸井さんと池谷さんの話は、こう、脳のあらゆる分野にわたっていくんですけど、脳の使い方の中で、脳の矛盾等々もありますけども、脳の達成感という快感を味わうためには、目標を大きくするんではなくて、目標を小刻みにする。 うん、この小刻みっていうのはなかなかのキーワードですな今もちょっとやってることが実は私の頭の中ではあるんですけどもやっぱりある限度以上原稿の量を書くまい量を書きすぎるのはやめようっていう、ねえー、そこで面白いのが猿の実験なんですって、はい、この池谷さんが言ってる猿の実験の中でものすごく面白いのは猿に。 円と楕円を区別させる。で、丸が出るとレバーを押させる。で、丸だと餌を与える。で、楕円だと誤りなんで、あのー、餌を与えない。ものすごく時間がかかるんですって。猿に円と楕円の違いを覚えさせるの、はい、そこでなんだ。面白いことに、この池谷さんがおっしゃってるのは、一番最初にまず、 円と三角形で同じことをやるんですで円だと餌を与えて三角形だと餌をあげないという意地悪をしといて今度はそれを問題を次元を上げて円と楕円にすると一発で見抜くんですって猿が。はい、これはちょっと勉強になるよね。本当段階をちゃんんと踏んで やっってていくっていうことですよ、ねうんだからやっぱりあらゆる問題をこう解決していくときに円と三角形で想定しといてそれをができるようになったら今度は円と楕円という問題をこう上げていく目標は大きくしないで小刻みに切っていくというね、うん、えもう時間いっぱいになってしまいましこの続きまた明日のまびたの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、新潮文庫、糸井重里、池谷裕二さん、お書きになりました。平成17年発行でありますが、知恵詰まっております。海馬脳は疲れないという、この本で、えー、あります。昨日は猿の実験で円と楕円をこう区別させるというのは非常に猿にとって難しいけども、一回、 円と三角形という非常に分かりやすいやつで問題解決の能力をつけとくとこれが円と楕円になってもズバズバ円を見つけるという能力になりますというはいさらにねこういうことがあるそうですよね、はい、脳あるいは海馬をさらに活躍させるためにはこう条件があってコーヒーの香りなんか嗅ぐと海馬にスイッチが入ってやる気を起こすんですってコーヒーうんへえ<ー>、うん あの結局ね海馬のすぐ脇に扁桃体という好き嫌いでジャッジしたがるっていうのがあるでしょだからこう好きになるような条件というのを与えてあげるとスイッチが入りやすい。返答体は情動好き嫌いですなそれでスイッチが入ったりオフになったりするわけですからやっぱり海馬っていうやつを生き生きさせるためにはその横にある扁桃体情動その感情で動くやつ。 の影響がでかいんで、うん、そこから先にスイッチを押してあげる。はい、で、扁桃体というものが生き生きと活躍するのは、二つなんですって。はい、危機においてと恋において。お<ー>その時に、扁桃体ってカーッと燃えるんだって。危機と恋。恋。<ー>これをね、この太宰治の言葉の中であるんですよね。 もう太宰治は脳じゃなくて本能で喋ったんでしょうけど「男が夢中になれるものはこの世に二つしかありません」恋と革命っていうねれ<ー>これ大学の時に読んで<ー>あのずっと覚えてるんですけど、うん、これはあの脳の方だけで語ってしまいますこれは池谷さんがおっしゃってる学者の方がおっしゃっていることなんですが「死ぬかもしれません」という危機と。 あの人を抱きしめたいのであるとそう思うとき、脳はべきじょうでその能力を上げる。べきじょうっていうのは、事情をずっとかけていくんですよ。うん、ええー、2の2乗が4になるでしょう、ええで4。4が今度事情だと16になって、はい、だから、その、海馬とかを鍛えるためには、そのべきじょうの条件を体験させることだというね。うんうん、脳がいっぺんにこう、 ブワーってなんか神経細胞を増やしていく瞬間っていうのはあるわな舞台っておそらくこのことだね、はい、恋しつつも危機に自分をさらすっていう女房の言うの分かるような危機に行くなっていうんだけどうんあのちょっとこういきなり生臭い話だけど自分でもね神経尖らしてるんだなと思うんだけどこれこの本読んだのちょうど3月の博多座の頃だったでしょ、はい 神経がピピリピリしてんだけどあのね川岸ってもう一生懸命尽くしてくれるスタイリストがいるんだけど一回だけ怒っちゃったんだよねその時にこいつにすまねえなと思ったんだけど叱る自分をどうしようもなかったんだけどそれはね早変わりのところ、はい、早変わりのところで宮本武蔵をやっといて達郎郎左衛門になるために。ええ 一旦衣装チェンジ部屋に俺が入るんだよ、はい、入った瞬間に舞台を埋めてるのは宮本武蔵の弟子の伊織が埋めてるの、はい、そのその隙間を埋めた伊織は俺が達郎左衛門になって舞台に出るのと同時に舞台を下がってくるわけ下がってきて彼は着替えて今度は達郎左衛門を着る伊織になるわけ。はいうん その間、闇なんですよ、舞台袖が。うん、その時に、動線で移動するわけ。闇の動線で。えー、光は一切ないんだけど、動きの線がもう決まってるわけ。うん、それをね、川岸っていうスタイリストが頑張り屋さんで、その日、宮本武蔵から達郎左衛門の着替えが早かったんで、うん、俺に刀を早めに渡して、俺を舞台袖に、 生かせようとするんだけど、はい、闇の中で一歩かには早めに動くと下がってくる伊りと激突するのよ。<ー>その時に刀を渡すっていう川岸が2天歩早いんで、うん、早いって怒るんだよ。<ー>その間激突してないんだよ。うん、俺は伊りの早足を感じてるのよ。うん、それはね、やっぱりそのべき上で、うん。 自分の能力がフル回転しちゃってて誰がどう動くかをほとんど見切ってるんだよね俺が、うん、だから段取りをつけて刀を渡してくれる川岸の動きが、うん、明らかに伊織の動きを邪魔していることに気がつくのよやっぱそこまで神経って<ー>尖ってるんだね やっぱり舞台っていうのは一瞬命の危機なんだよね。かっこいい <laughs>。ありがとう。<laughs> あいやあもう時間いっぱいになってしまいました。<laughs> はいこの続きまた明日のマラリの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。昨日、その舞台というのは、そのやっぱり役者にとっては、実は身体的、体的には危機ではなかろうかという話をしておりましたら。加奈さんがかなり頷いてくださいまして。はい。はい、だから、そのいわゆるライブ公演をやる俳優さんたちというのが、あんなに色っぽいのかと、うん。うん。色気ありますもんね。舞台の役者さんっていうのはね。あの、やっぱり名うての人はそうですよね。あの。うん、例えば、猿之助にしろね。うん 風呂にし郎ギリギリの時に彼らが発散してたあの色気陽気というのはすごいもんですな陽気、うん、そうですね俺ねまだね猿之助さんのあの名言覚えてるわね絵宮さんに向かってね猿之助さんが怒っちゃってねへえ<ー>その時にその歌舞伎の難しさといいますかその難度を感じる、うん、それにね猿之助さんが何を怒ってるのかっていうとね「だからあんたには花がないっつんだよ!」 言いながらね、うん、花の問題を話してん<え>舞台に咲く花を。何かというと、早変わりをするんだったら、早変わりをしたという顔で出てらっしゃい。それが役者の花だよ。あんたはね、早変わりをしてもね、早変わりをしたかどうかわかんないんだ。うん、舞台の俳優が早変わりをして、その早変わりした本人になりきって出てくる馬鹿はどこにあるんだい うん私はちょっと前までこの役をやってたけども衣装を変えちゃってこっちになっちゃったっていう、うん、何かさその「差の花さん」はい「俺これまで名言だと思ったんほんの一息でいいから疲れてるんだったら疲れてるって肩に出してごらん」ってそれが花になるんだ「元気いっぱいのは役者なんざんねお客さん全員払ってみやはしねえんだよ」っていう。<laughs> <laughs> ああ無理なさってるっていうところからお足が出てくるんだよっていうねうわあなるほどほんに。うあにそ,そうなんだといやおっしゃる通りですねだよなあだって気づかなきゃそうないそうけど駄目な,な,なわけだしそうなんだつまり<ー>そのその若い人たちに中学生に見せる芸なんだよな<ー>そのその公演はね、うん、だからその次々早変わりをやるっていう そ,それをあまりにも完璧にやすぎて、うん、やりすぎるから、うん、中高校生分には全くわからないんですか、うん、そうでしょうね。うん。ほんのちょっと疲れろっていう。あ<ー>それは弱音でも何でもないんで、それが花だっていう。なるほど。それを花にしてみせる、その疲労を。うん<ー>。疲れを花にしてみせるところに舞台の花があるんだっていうね。うん、俺、その怒りの言葉はね、やっぱり、 こすごいなあというふうにうあの思ったんでありますな、はい、え昨日言いたかったことはそういうことなんですよ、うん、つまりあのパーフェクトはお金にならないっていう、はあはい、ほんのわずかなズレそのズレが味になるっていう,うそれはセリフでも何でもそうだよなパーフェクトにセリフを言うときにはお客さんは 実は何も聞いいてない、うん、その俳優がちょっと詰まったりした瞬間にバッてお客の耳が立つというかね、うん、博多座で痛感したのは、まあ、我ながらよくあのアドリブが出たなと思いますが私が早変わりをしててだからその早変わりをした瞬間にその前の役をやっててくれたそれは影の人ダミーがやるわけですな、はい、ダミーは客席に向かって顔出しませんので、うん、背中を向け 意地あるなっていうか、うん、愉快なお客さんがいて女性の声で「達郎こっち向いて」私が武蔵やってるもんだから達郎はできてないから達郎はダミーなん、はい、背,背中向けてる、はい、その達郎にこっち向けというね女性の掛け声が飛んだんですよ、えー、その時に武蔵やってる私がねいいんだなこれが刀をサッとアドリブで抜いて言ったセリフが名言だよな、えー、もしお主が振り返れば「切る!」って言うんだよな <laughs> これ,はこれはねウケ <laughs> たね、はい、もうあのお客さんがどよめいて喝采を拍手ですねそれはねそれは俺なんかちんけな早変わりだからさでもそ,その妙味なんだよねだからそ,それはいだに、ね、響いてるの頭の中でねちょっとこう脳の話を<ー>しておりますけども、はい ま、最後の締めの言葉ではございますが、100億の神経細胞。これ100億あるそうで、頭の中で神経がね、それはひたすら結びつきを求めて。だから自分を頑固にしない、新しいつながりを求めて走るときに脳というのは生き生きと。ですから、その、絶対にその、断定的に言わないで、今考えていることはこういうことなんですという言葉遣いで自分を作っていきましょうと。 だブレた、ブれないなんて、実にくだらないものの言い方ですよね。はい、あの、後で修正するかもしれませんが、今はこんな風に思います。今はこれがベストだと思います。そういう語法、言葉遣いの方が、未来は切り開けるということで、えー、ありますな。はい、お時間いっぱいになってしまいました。来週はまた違うネタでご意見伺いたいと思います。この次また来週のまな歌の上で。 に癖つけとくといいということであります。でもこれわかるような気がすんな。はい、だからやっぱ年取ってからの食わず嫌いはダメだってことなんだ。んえー、それからでありますがもう少し皆さんの知恵になればと思いますので、えー、付け足しておきますが、海、え、馬、ー、という脳の部位睡眠が必要ということであります。海馬は絶対に、えー、眠る時間が必要。これはどうしてかと言いますとあの。 情報整理のため、棚卸しのために海馬には睡眠が必要だそうです。はい。脳そのものは疲れませんけども、海馬はやっぱり、その、間が欲しいらしいんでありますね。これ、あの、一旦眠らせといて、情報を海馬が、あの、棚卸しをやると。はい。その間に、その海馬が脳に命じてやらせることが実は、夢を見るという。うーん。 だからやっぱり夢見てる間棚卸しやってるわけですな、うん、えー、アセチルコリンというのは脳に夢を見させるための、えー、神経ホルモンでもあり、えー、昨日はできなかったことが今日できるようになったってことはあるでしょ時々ゴルフとかでよくありますねこれね、うん、実は金さんあれなんですってあの,んあ,のあれないゴルフもそうかもしれないけどあの運転免許はい 連続して実技やらせないじゃない。ああ、細切れですよね。ああ刻んでやってきますよね。刻んでやっていくでしょ。だから、うん、例えばもうどうしても免許欲しい人が集中的に六時間く、うん、あの路上やりたいとかっつっても、うん、あ何時間までですって言われちゃいますもんね。ねあれはカイバに情報整理をさせるための時間が必要ということです。うん、それからあの何でも技術を習得するときは 細切れにしといてゆっくり習得させるのがいいわけじゃない、うんはい、無理させないで。はい、だからドリルとかコツコツやる練習がいかに身につくかというのは実は海馬を休み休み使うことによってきれいに情報を脳の中に折りたたんでいくという。うんはい、で、一番大事なことは、こ,これね皆さんの少し、あの、 暮らしの役に立つんじゃないかなと思いますが今日できなかったことが皆さんあるでしょそれをね寝る前にあのできなかったなーっていうのをイメージしてくださいえできなかったことをイメージするはいはいあそこでこうなっちゃってうまく俺はできなかったなというのを寝る直前に何回か自分でシミュレーションしてください、はい、そうすると海馬が自動操縦に入るんですってほ 本人が眠ってる間に海馬が脳の他の部位を探すんですってどこと結びつけたらうまくいくのかっていうことを脳があの自動操縦で探してくれるそうだよなへえあ面白いそれだからあの一番最初に話したけども悩みがあると考え続けてごらんなさいっていうベストの答えが意外と深いところからあの見つかりますよというのはこの海馬の自動操縦うーん をなんかこうやるということですよね。うんうん、はい。そうすることによってあの新しい回路が発見できるという。うん、こう切り替えなんでしょうね。うん、こうだからやっぱりスポーツマンの人なんかがすごく大事な。多分一輪のスポーツ選手はそういうことやってらっしゃるんでしょうね。タイガーウッズがよく言われましたよね。うん、こうひ あのあるホールを終えて次のホールに行く前に全部整理してしまえるっていうそれをあの気持ちの切り替えが早いとかって言いますけど、えー、気持ちの切り替えっていうのはやっぱりどうぞ皆さんもこの辺りは寝る直前に自分の今日の課題をきちんと整理して。 海馬に任せてしまうと海馬が自動操縦で懸命に解決策を今までの体験の中から引っ張り出すという、<ー>こういう脳の使い方がありますよ。はい、ということでございますね。さて、この続きまた明日のもらいたの上で。 おおははよよううごござざいいまますすすす武田でで水谷かなですこの学生さんの気持ち分かるようにちょっとそれちゃうけどこれも脳、NO、の方の問題と同じなんだけどあのイタリア映画だったかな「ユーポスティーナ」って郵便屋さんっていうはい。あら好きでな静かな映画です、ね、ものすごく静かなねあの撮影中に主人公の俳優さんが死んじゃうってやつで死をまあい命をかけて作った最後の作品。 だだったんだけどあの中で一番俺好きでねああ人生ってそういうもんかと思うんだけどある詩人がいて綺麗な詩をこう語り出すんだで郵便屋さんが意味が分からずにそれは先生あ何の意味って言うと「聞いちゃダメっていう「覚えておきなさい」って、うん、その詩人がつぶやいた形容詞にいつか人生で出会うその時に解けるんだっていう、うん、これはねもう本当に映画で学んだ最高のセリフだって。 だな、はい、あの喜びってそういうことだよねだから、うん、だんだんほら俺もジジイになってきたけどジジイになった喜びってあるんだよね<ー>それはねやっぱり結びつきの問題なんで俺ね漢字博士で白川静かてもうこの番組でも取り上げてますが、はい、この人の話をね俺実は20代の時に聞いてるのよ、うん、それがね結びつい く、ついたからね、ものすごく嬉しいんだよね。はい、これはちょっと自分でもネタで、ちょっと文章にしようかなと思うんですけど、俺ね、フォーククルセダーズやめて、新しくバンドを作った橋田典彦に、ある日アマチュアとして呼ばれるわけ。でで楽屋で橋田典彦っていう大スターが、あの例の風なんかを歌うあのシンガーが、俺に親しく口を聞いてくれるわけ。 その橋田典彦っていう人と話してる時に彼が自分の立命館大学に教授がいるって言うんである教授の話をするそれが実は白川静香っていう漢字博士だったっていうねはいそそれがね60代でやっと結びつくんだよねその時の喜びってでかいんだよな<ー>うん さあ、えー、ちょっと行きましょうかね、えー。今日はですね、カート・えーえー、バネガットっていう小説家の方の名言でありますが、えー、非常に酷なセリフであります。世界は参加していく歴史である。あらゆるものは参加していく。参加というプロセスは腐るとほぼ同一の科学現象でありまして、うん、脳もこの参加が加齢とともにやってくる。 あの、生きてゆく綱であるための酸素が、実は老化の元凶であって、酸化母を防止すること。それが実は不老不死の妙薬なんでありますが、酸素がないと生きていけないくせに、酸化してって、うん、だんだんこう錆びついていくという、はい、この矛盾の中に、人間は生きてゆくということでありますな。はい、これはまあ余談でありますがね。さあ、こっからはよくわかりませんけども。 やる気を出させ持続するためにはアセチルコリン。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、ネズミの実験によりますと、ということでありますが、ごめんなさい。いきなり入ってしまいましたかね。脳、はい、というものを語り明かそうという、糸井茂里さんと池谷裕二さん。えー、まだ若き脳学者の方の対談集ですな。相当前、平成17年発行された本でありますけども、中身結構面白くて夢中で読んでしまった。 とということであります、はいえー、その農学者の方のいわくでありますけどもネズミの実験で海馬という部分を脳の部分を破壊してしまうとスストレにによって異界になってて瘍なしまううというう、はい、それからあのこれもう皆さんも一個ずつねまんべんなく私どもには脳が一個ずつ配給されてるんですが寅さんの言った名言でありますがね 人には一個ずつ頭というものが支給されております。これ一個ずつあるんですけど、はい、こ,これはあのいろんなところで言われておりますが、脳というのは非常にこう困った臓器でありまして、この頭というやつ、脳というやつの特徴なんでありますが、あの、脳というのはですね、はい、基本的にね、わ、はい、からないことがあると嘘つくんですな。 嘘をつくうんうんう込むんです。うん,うんうんそういうもんなんですね脳、うん、ってのは本当なんか不思議なもんであのー、なんかそ,そういうもんらしいですよ。はい、記憶自体が相当いい加減だっていうね。 はい、俺なんか典型的にそれはあるな自分であの症状記憶いや記憶力は哲也さんすごくいい方ですよね俺はねすごいあの記憶力で、はい、ピントが合うとね、うん、小学校運、うん、年生ぐらいまでずっと語れるのよ。<ー>俺ね感覚を思い出せるの寒かったとかあのひざっこにあの時はかさぶたがあってかゆかったとかね <laughs>、はあ、湿度とか温度とか匂いとかも。 記憶の中ででで説明できるんですよね、はい、それぐらいあるんですけどもどうもわからないことがあると嘘をつくというのはあ武田さんがね時々読んだ本の中で、はい、バーっとものすごく説明してその部分がすっぽりなかったりなんかするでしょ。 はい。たまにあります。あれはね、やっぱの俺の脳の壁らしいんだよな。そういうこと、あ、それすごくいい例ですね。ああああ脳が嘘をつくという。だから前でさ、内田達夫さんになって哲学者の方がね、はい、映画で強烈な影響を受けて、その映画のワンシーンをブワーッと説明なさるんだけど、はい、映画もう一回見てみるとそのシーンがないとかね。はい、おー。いや、哲也さんは前にありましたよ、そういうの。俺ね、姿三四郎であったの。姿三四郎。あの、黒沢明監督の。はい、三四郎が池に飛び込んで、目の前で、 こう暴食に捕まって眠たくなって眠ってしまえば池の沼にはまって死んでしまうっていう、うん、その絶体絶命の中で目のの前でで花がうわとと咲くんですよ音楽と同時に、はい、それで三四郎があの悟るっていうシーンがあるんだけど<え>もう一回見直すとね咲いてねーって <laughs> <laughs> それ結構自分でねショックだっただよ自分の頭の中でこう映像を作ってしまっただけです、ね、だって見事にあるんだもん俺の中には、えー、そっちの方がいいし映画としても <laughs> プロデュース能力があるってことですねそうそうそうでここでね俺なんか星印で変なこと書いてますが、はい、あのどうして嫌いになったかを説明できる恋はすでに死んだ恋であるうん あの人のあそことあそことあそことあそこが嫌いだったから私はあの人を捨てたんだっていう離婚の時に使う脳だよね。これはね、やっぱ相当嘘つきみたいね。あの離婚するときに頭を働かせてその異性と別れるんですけど、その時の その頭の使い方というのは非常に何か良くないみたいですね。嘘つきで、うん、その人の欠点を上げるためにはその人の欠点をクローズアップして演出してるっていうところがあるそうですね。はい、であの「どうして好きになったか説明できない時、うん、その時は最も会話がワクワクしてる恋なんです」って。 おお、理由がわからない。そう。<ー>そういえば、そうだったな。は。女房と結婚しようと思った時、なんで結婚しようと思ったか思い出せないんだ。うん、うん。そ、それはそうだわな。まあ、そうですね。これとこれとこれが便利良さそうなんで、この女と結婚しようじゃないんだよ。うん。なんかわかんないけど、そこに向かっていつの間にか進んでるんだよないや。私は、タイミングと流れに乗ったのが結婚の理由だっていうふうに自分で思い込んでます。 式場の問題でしょまずはっていう、<laughs> 突然言われて、そうだよ、まず式場だよなって思うんだけど、なんで式場のことを考えなければならないのかっていう自分っていうのがいないんだよ。はい。でも、とにかく二人で式場の話をしてるときに、その恋は明らかに結婚に向かって進んでいくんだ。はい、ところが、離婚するときは、徹底して嫌いになった理由を上手に並べていくんだよね。 1>, 1位これ、2>, うん、2位これ、3位これって。はい。これなかなかの、脳、脳というのがいかに当てにならないかという。うん、ああ、時間いっぱいでございます。この続きまた明日のもらいたい上で。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。この海馬という、まあ、脳の,の玄関口、その玄関口から脳というものを考えていこうということでありますけども、はい、脳全体を元気にするためにはどうすればいいかというと、内臓の元気、DHA、うん、D とか胃腸の葉っぱの生薬とか、はい、サフラン朝鮮人参、うん、これは体のためにいいと言われておりますが実は頭を良くする薬でもあるそうです。それからやる気いつまでも欲しいな俺なんかもそのやる気を生み出す脳の場所これは即座核という場所で<え>え場所で言えばと言いますと脳をリンゴに例えて リンゴの芯があって、リンゴの種が出てくる場所があります。うん、ここが即座角という。で、これがやる気を出す場所だそうでありまして、作業興奮という、はい、そういう側面がありまして、これ、あの、やる気は全然なくても、やり始めると逆に面白くなって、やる気を出してしまうという。うん、この時は、海馬と前頭葉に、えー アセチルコリンという神経伝達物質が、バーッとこう出てくるそうであります。で、このアセチルコリンが、あのー、この病気で減ってしまったのがアルツハイマーだそうですね。えー、即座格をどうやって励ますか、はい、それから、作業興奮しやすい自分。はい、あんまりやる気はないんだけど、やり始めると面白くなってやってしまうという。うそういうのを、 角あたりという、えー、それからドーパミンこういうものが人間をやる気にさせるでこれが神経をを刺激して快感感達成感を得るということでありますこの辺まではちょっと科学の用語で分かりにくいですけども達成感を満足させるためには目標を大きくって言いますが、はい、これはねあんまりいいことではなくて目標を小刻みにすることなんですって小刻み 俺これはね名言だだなと思ったんだ、うん、この,この、えー、糸井さんと池谷さんの話はこう脳のあらゆる分野にわたっていくんですけど脳の使い方の中で脳の矛盾等々もありますけども脳の達成感という快感を味わうためには目標を大きくするんではなくて目標を小刻みにするこの「小刻み」っていうのはなかなかのキーワードですな。うん ら今もちょっとやってることが実は私の頭の中ではあるんですけどもやっぱりある限度以上原稿の量を書くまいあの量を書きすぎるのはやめようっていうね、えー、そこで面白いのが猿の実験なんですって、はい、この池谷さんが言ってる猿の実験の中でものすごく面白いのは猿に縁と楕円を区別させるで 丸が出るとレバーをさせる。で、丸だと餌を与える。で、楕円だと誤りなんで、あのー、餌を与えない。ものすごく時間がかかるんですって。猿に円と楕円の違いを覚えさせるのは。い。そこでなんだ。面白いことに、この池谷さんがおっしゃってるのは、一番最初にまず、円と三角形で同じことやるんです。うん、で、 円だと餌を与えて三角形だと餌をあげないという意地悪をしといて今度はそれを問題を次元を上げて円と楕円にすると一発で見抜くんですって猿が、はい、これはちょっと勉強になるよねうん本当段階をちゃんと踏んでやっていくっていうことですよねうんだからやっぱりあらゆる問題をこう解決していくときに 円と三角形で想定しといてそれをができるようになったら今度は円と楕円という問題をこう上げていく目標は大きくしないで小刻みに切ってこういくというね、うん、いもう時間いっぱいになってしまいましこの続きまた明日のまな板の上で おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷香奈です。えー、新潮文庫、伊藤井重里、池谷裕二さん、お書きになりました。平成17年発行でありますが、知恵詰まっております。海馬、脳は疲れないという、この本で、えー、あります。昨日は猿の実験で円と楕円をこう区別させるというのは非常に猿にとって難しいけれども、一回、 円と三角形という非常に分かりやすいやつで、えー、問題解決の能力をつけとくとこれが円と楕円になってもズバズバ円を見つけるという能力になりますというはいさらにねこういうことがあるそうですよね脳、はい、あるいは海馬をさらに活躍させるためにはこう条件があってコーヒーの香りなんか嗅ぐと海馬にスイッチが入ってやる気を起こすんですってコーヒー あの結局ね海馬のすぐ脇に扁桃体という、うん、好き嫌いでジャッジしたがるっていうのがあるでしょだから、うん、こう好きになるような条件というのを与えてあげるとスイッチが入りやすいねえそれ結構自分でねショックだったのよ。だって見事にあるんだもん俺の中には。えー、そっちの方がいいし 映画としても <laughs> プロデュース能力があるってこと、ね、そう,そうそう。でここでね俺なんか星印で変なこと書いてますが、はい、あのあの人のあそことあそことあそことあそこが嫌いだったから、うん、私はあの人を捨てたんだっていう離婚の時に使う脳だよね。 うんはい、これはねやっぱ相当嘘つきみたいねあの離婚する時に頭を働かせてその異性と別れるんですけどその時のその頭の使い方というのは非常になんか良くないみたいですな嘘つきで。うん その人の欠点を挙げるためにはその人の欠点をクローズアップして演出してるっていうところがあるそうですね。はい、であのー、どうして好きになったか説明できない時、うん、その時は最も会馬がワクワクしてる恋なんですって。お理由がわからないそう<ー>そういえばそうだったな。 女房と結婚しようと思った時何で結婚しようと思ったか思い出せないんだうん、うんうん、そそれはそうだわなまあそうですねこれとこれとこれが便利よさそうなんでこの女と結婚しようじゃないんだよ、うん、なんか分かんないけどそこに向かっていつの間にか進んでるんだよないや私はタイミングと流れに乗ったのが結婚の理由だっていうふうに自分で思い込んでます 式場の問題でしょまずはっていう、<laughs> 突然言われて、そうだよ、まず式場だよなって思うんだけど、なんで式場のことを考えなければならないのかっていう自分っていうのがいないんだよ。はい。でも、とにかく二人で式場の話をしてるときに、その恋は明らかに結婚に向かって進んでいくんだ。はい、ところが、離婚するときは、徹底して嫌いになった理由を上手に並べていくんだよね。1>, 1位これ、2位これ、3位これって。 はい、これなかなかの脳というのがいかに当てにならないかという,うああ時間いっぱいでございますこの続きまた明日のまな板の上でおおははよよううごござざいいまますすすす田哲也でで水谷かなですこの海馬という、まあ、脳の玄関口その玄関口から脳というものを考えていこうということでありますけども、はい、脳全体を元気にするためにはどうすればいいかというと内臓の元気、うん、DHA とか胃腸の葉っぱ の薬とかサフラン朝鮮人参、うん、これは体のためにいいと言われておりますが実は頭を良くする薬でもあるそうです。そうなんです、ねうん、それからやる気いつまでも欲しいな俺なんかもそのやる気を生み出す脳の場所これは即座閣という場所で<え>え場所で言えばと言いますと脳をリンゴに例えてリンゴの芯があってリンゴの種が出てくる場所があります。うん、ここが即座覚という で、これが、やる気を出す場所だそうでありまして、作業興奮という、はい、そういう側面がありまして、これ、あの、やる気は全然なくても、やり始めると逆に面白くなって、やる気を出してしまうという。うこの時は、海馬と前頭葉に、えー、アセチルコリンという神経伝達物質が、バーッとこう出てくるそうであります。で、このアセチルコリンが、はい あのこの病気で減ってしまったのがアルツハイマーだそうですね。えー、即座格をどうやって励ますか。はい、それから作業興奮しやすい自分。はい、あんまりやる気はないんだけどやり始めると面白くなってやってしまうという。うそういうのを即座格あたりに癖つけとくといいということであります。でもこれ わかるような気がすんなだから、はい、やっぱ年取ってからの食わず嫌いはダメだってことなんだん、えー、それからでありますがもう少し皆さんの知恵になればと思いますので、えー、付け足しておきますが海馬、えー、という脳の部位睡眠が必要ということであります海馬は絶対に、えー、眠る時間が必要これはどうしてかと言いますとあの情報整理のため棚卸しのために海馬には睡眠が必要だそうです はい、脳そのものは疲れませんけども、海馬はやっぱり、そのマン、ホが、 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、ネズミの実験によりますと、ということでありますが、ごめんなさい。いきなり入ってしまいましたかね。はい、脳というものを語り明かそうという、糸井重里さんと池谷裕二さん。えー、まだ若き脳学者の方の対談集ですな。相当前、平成17年発行された本でありますけども、中身結構面白くて夢中で読んでしまった。 とということであります、はいえー、その農学者の方のいわくでありますけどもネズミの実験で海馬という部分を脳の部分を破壊してしまうとスストレにによって異界になってて瘍なしまううといううそれから、はい、あのこれもう皆さんも一個ずつねまんべんなく私どもには脳が一個ずつ配給されてるんですが寅さんの言った名言でありますがね 人には一個ずつ頭というものが支給されております」すこれはあのいろんなところで言われておりますが脳というのは非常にこう困った臓器でありましてこの頭というやつ脳というやつの特徴なんでありますがあの脳というのはですね、はい、基本的にねわ、はい、からないことがあると嘘つくんですな。 嘘をつくうんうんう込むんです。うん,うんうんそういうもんなんですね脳、うん、ってのは本当なんか不思議なもんであのー、なんかそ,そういうもんらしいですよ。はい、記憶自体が相当いい加減だっていうね。 はい、俺なんかも典型的にそれはあるな自分であの症状記憶いや記憶力は哲也さんすごくいい方ですよね。俺はねすごいあの記憶力で、はい、ピントが合うとね、うん、小学校運年生ぐらいまでずっと語れるのよ。<ー>俺ね感覚思い出せるの寒かったとか、はい、あのひざっこゾにあの時はかさぶたがあってかゆかったとかね <laughs>、はあ、湿度とか温度とか匂いとかも。 記憶の中ででで説明できるんですよね、はい、それぐらいあるんですけどもどうもわからないことがあると嘘をつくというのはあ武田さんがね時々読んだ本の中で、はい、バーっとものすごく説明してその部分がすっぽりなかったりなんかするでしょ。 はい。たまにあります。俺はね、やっぱの俺の脳の壁らしいんだよな。そういうこと、あ、それすごくいい例ですね。ああああ脳が嘘をつくという。だから前でさ、内田達夫さんになって哲学者の方がね、はい、映画で強烈な影響を受けて、その映画のワンシーンをブワーッと説明なさるんだけど、うんはい、映画もう一回見てみると、そのシーンがないとかね、はい。おー。いや、哲也さんは前ありましたよ、そういうの。俺ね、姿三四郎であったの。姿三四郎。あの、黒澤明監督の。はい、三四郎が池に飛び込んで、目の前で、 こう暴食に捕まって眠たくなって眠ってしまえば池の沼にはまって死んでしまうっていう、うん、その絶対絶命の中で目の前でハスの花がうわーっと咲くんですよ音楽と同時に、はい、それで三四郎があの悟るっていうシーンがあるんだけど<え>もう一回見直すと、ね